なこと聞くのね、あなた。そうですか。私はそうは思わないのですがね。すいません、失礼なことは承知で聞きます。あなたの両親は誰ですか？普通の一般人だけど。それがすでにありえない。一般人から能力者は絶対に生まれない。しかもこんな高度なレベルなんて特に。まあ、大丈夫そうならよかったよ。確か本戦出てたよね。お互い頑張りましょうね。それじゃあ。もし、宝物巣で少しでも覚醒の可能性が上がっていたら、意地でもご主人の配下にさせないと。ということがありました。リオ、メリアが警戒するほどか。ご主人、これは警告です。絶対に約束を守ってください。破ると私でもすごく怒ります。ああ。絶対にリオという人と関わってはいけません。戦闘ではもってのほかです。あと絶対に私たちからリオの話題はしてはいけません。意識してはいけません。そこまでか。はい、少しでも目をつけられたり、敵に回すと今の私たちでは絶対に叶いません。わかった、メリアがそう言うなら絶対に約束を守るよ。あと、バハートさん、彼女はご主人が嫌なら専属侵入はしなくてもいいです。ですが、もし彼女が覚醒した場合、話が変わるとだけ言っておきます。話が変わる？はい、今はそれしか言えませんので、頭の隅にでも残しておいてください。はいか、それが無理なら殺すしかない。なんてまだ不確定のタイミングで言うものではないですからね。とりあえず今日の試合全部をお見せします。そこから本戦までの間、対策をしていきましょう。わかった、とりあえず頼むよ。メリアがこの表情をしているとき、大抵良くないことを考えてる。しっかり俺がそばにいてあげないと。まさか夜になるまで付き合わされるとは思わなかったわ。だって東京って娯楽だらけなんだもん。楽しくて楽しくて。ソフィアちゃんが楽しんだならよかったわ。私も正直楽しかったし。でしょう、大会も大事だけど、どうせ大会終わったらすぐにオーブ探しに出かけるんだから今楽しんでおかないとね。まあね、いつも復興前に、復興が終わったら楽しもう。って言っておきながら終わったらすぐに出発だからね。そうそう、だからちゃんと楽しんでおかないと。ソフィアちゃん、静かに。何か刺してる音がした。かすかにだけど木の匂いがする。嫌な感じだわ。え、せっかって木の匂いとかわかるの？そりゃあね、復興活動で何度も見てきたからね。生死問わずにね。この気配、あのヘアネという人のオーラ以上にまだまだしい。すごい、さっきとオーラ質。せっか、構えるか逃げるかした方がいいよ。私も多分戦うとなったら建物一つ壊さずに戦える保証は全くないから。来たよ。血が足りない。もっと生贄と代償を集めないとな。まだこの程度では足りない。ソフィアちゃん、逃げるわよ。全力で。わかった。は。どこに行く？餌が動くな。へぇ、殺す気だね。それ以外の感情が全くないや。餌に対する感情なんかそんなものだろう。お前は食事をするとき少しでも食べる以外のことを考えるか。考えないね。強いて言うなら美味しいかどうかかな。わかっているじゃないか。なら今俺が考えていることもわかるだろう。耐えるか。あと一撃だけだよ。それ以上の攻撃を仕掛けたら遠慮なく殺すから。それは怖いな。なら横の奴が人質にされたらどうかな。やれば。頑張る。可能支配、モーションキル。ゼロ、デストロイ。餌はそっちだったね、悪心境。ああ、そうだな、まさかここまでの能力者とは思わなかった。それで何人殺してきたの？さあな、わからないさ。だがこのダミーを倒したところで意味はない。それだけ言っておいてやる。興味ないよ、そんなの。大丈夫、ソフィアちゃん。うん、でもせっか、油断しすぎだよ。何がよ。あら、次の答えが来た。私たちに攻撃を与えることは不可能なんだからいい加減諦めなよ。黙れサガ、こうなったら何が何でも食らい尽くしてやる。ごめんせっか、多分建物一つ壊すよ。いや、それはダメ。ヒーロー参上、ってところかな。誰、あれ、知らない？知らないはずないでしょ、シェインだよ、大会の司会をやってるシェイン。ああ、副隊長の。そそ、一般人が悪心境に狙われてるから助けに来たのだよ。邪魔するな、ガキが。網に近づかない方がいいよ。私のアンチマターに触れるとそれだけで即死だから。これがシェイン副隊長の反物質操作。身近で見るとすごく密度というか厚やすさが増してくる。すごいね、一体何体いるの？その事態は。黙りなさい、調子に乗って私の前に出てきたことを後悔させてやるわ。次は女性の体を。本体の性別がわからないから何とも言えないけど変態だね。強い。これが副隊長最強、そして隊長最有力候補のシェイン・バイス。今まで見た4人の副隊長とは別格だ。
落ち着くまで手伝ってもらっていいかな。いいよ、体力は持つの。もちろん、耐えてるからね。なら耐えましょう、相手の残機がなくなるまでね。ちょっとオーバーワークだけど頑張ろうかな。旅行、そこには誰もいなかった。バカ正直に挑むな、逃げろ逃げろ。ファルドラ隊長、今のが旅行。一周で別の場所まで移動した。とりあえず気配はもうない。現場周辺にいた住民も避難させた。とりあえずこれで完了。ありがとうございます。はぁ、いきなり殺人鬼の悪心教に遭遇するんだから嫌になるよ。そうね、しかもあの悪心教、いろんな個体を持っていたわね。おそらくあれ全員。考えても仕方ないよ。とりあえず後のことは二人に任せようよ。ファルドラ隊長、バカンスに行ってたんじゃないんですか。あれは嘘だよ。大会に紛れて悪心教が動いてる痕跡があったから探っていただけだ。なんで嘘なんかつくの。知ってるだろ、俺は嘘つきだからな。正直には生きてないんだ。本当能力ともどもひねくれた人だね。それが隊長に向かって言うセリフかよ。あの、私たちは帰っていいのでしょうか。事情聴取とかしておきたいけど、正直めんどくさいよね。そうだね、すっごくめんどくさいね。じゃあ明日私の予選が終わったら控え室に来てよ。そこで話そう。今から一般市民の安全のために動かないとだから。相手が相手だからな。実力のある少数精鋭で動いている。チームワークが乱れるからお前も帰れシェーン。なら私個人で動きます。ファルドラ隊長たちは悪心教を探ってください。私は一人でやるから。また勝手な。いいだろう、満足したらすぐ帰れよ。たく、他の副隊長はすぐに言うことを聞くのにこいつは。イエスマンじゃ世界や市民なんて守れないの。私たちも手伝いましょうか。一応世界中で復興支援ボランティアとかしてたから治療とか動きとかはわかりますよ。わお、それはすっごく助かる。それじゃあお願いしようかな。せっか本気。私疲れたよ。一般市民のためでしょ。ほらソフィアちゃんも頑張ろう。私できることないのに。本当ありがとう。今から頑張ればだいたい3時間あれば終わる。頑張りましょう。わかったわ。それじゃあ少しでも疲れが分散できるように私たちのメンバー全員呼ぶわね。さあ、流れるようにパトたちも巻き込まれたねー。助かる助かる。それでメンバーって。パト、メリア、ゼッカ、カナ、ハク、ワタシ、ネル、ミエルの8人かな。16リーグ内の通過者たちだ。同じグループだったんだ。それはすごく戦力的にも安心だね。それじゃあよろしくお願いします。任せておいて。こうして私はパトたち全員を呼んで、シェインさんの手伝いを行った。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。